吉子子日本共産党の芳子ですえ冒頭ですが、あの先ほど大臣からもありましたが、先日、この委員会で質問した学校で感染者が出た場合、保護者などへの、まあ、情報提供の基準、これをです、ね、新たに文科省が作成して、教育委員会に発出したということを、を昨日報告を受けました。であの保護者の切実な声を受けてね 文科省が動いたこと、これは本当に良かったですし、まあ、引き続きです、ね、学校の感染対策の徹底を強く求めたいと思います。それでは、えー、今日は、文化庁のコロナ支援策である AFF 事業について、えー、聞きたいと思います。 コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業として、昨年の第3次補正予算事業として、アーツ・フォー・ザ・フューチャー AFF が始まって、この3月末には第2弾、AFF2 の申請も開始されたところですが、まずはじめに、この AFF1、昨年の AFF 事業の申請件数、そして交付決定数、不交付件数、取り下げ件数、それぞれお答えください文化庁、杉浦次長。 お答え申し上げます昨年実施されましたアート・フォー・ザ・フューチャー事業につきましては、一次募集、二次募集、トータルで申請件数1万1200件、交付決定数7024件、不交付件数4043件、取り下げ件数133件となりました平吉良しく君。 まあ申請件数のうちの7割が交付されたということですで、実際ですね、このコロナを機に立ち上げられたアート関係者の補助ネットワークであるアートマネージャーラボという団体の皆さんによるアンケート調査でも、この AFF のおかげで、コロナ禍になって以来、初めて舞台に立てたとか、えー、補助対象経費が全額補助であり、あの集客が厳しい状況でも、スタッフやアーティストに常識的な対価を分配できたなど、評価する。 声も聞かかれていることは確かですただ一方ですね、あの不交付となってしまった団体もあるわけで、その団体は資金繰りに困難が生じるなど、まあ、手を挙げたことで逆に追い詰められてしまった、そういう事例も少なくないわけです、でお配りした資料を見てください、まあ、先ほどのアートマネージャーラボの調査の結果なんですけれども、まあ、最大で不交付になった結果、350万円の資金繰り困難があったとの回答がありました。 まあこの場合こうした皆さんは、ですねこの資金繰り困難への対応としては、まあ、借金、または生活資金、自分の生活資金を流用して対応したという団体もあるわけです。でしかも、この不交付だった理由について、あのちゃんと知らされたかというと、この上の方ですけれども、明確な理由がわからないというのが多数なんですね、このグラフのある通り。 であの総合的に判断してと言われただけで、まあ、具体的、明確な説明もされてないと、まあ、ただね、なぜじゃ今回だめだったのか、理由がわからなければ、次回どうすれば交付されるのか、もしくは自分たち可能性があるのかもわからない、ママも手を挙げるのを諦めることにもなりかねないと、まあ、せめてです、ね、この問い合わせがなかった団体も含めて、不交付だった理由については、具体的に知らせるべきではないでしょうか、いかがでしょう。 杉浦次長お答え申し上げますアーツ・フォー・ザ・フューチャー事業における第1次募集では、申請者に対し、主たる不交付理由のみを提示していたところでございまして、委員ご指摘のとおり、分かりづらい等のご意見を頂戴しましたで。こうしたご意見を踏まえまして、昨年夏には、2次募集での再審査に向け、審査担当者より一次募集で不交付になった団体に対して、具体的な不備内容を個別にお知らせするなど、 より手厚いい対応を行ったところでございますまた、さらに二次募集からは、個別の問い合わせがなかった団体も含めまして、複数の不交付不由を網羅的に通知するよう改善を図ってきたところでございます。なお、現在募集しております AFF2 におきましても、不交付不由の一覧を事前に公開するなど、関係者の皆様の声を踏まえながら、さらなる見直しを図っているところでございます。平野志子君 改善を図ってきたとおっしゃいますけれども、この不幸福者についてのね、アンケート結果見ても、明確な理由わからないというのが多数なんです、これあの、二次募集の後のアンケートの結果ですからあ、改善されたとは言えないわけで、やっぱこういうあの状況ではねあの、もう手挙げられないっていう。 声私も聞いていますし、あの事業継続が困難な文化の担い手、広く支援するじゃなくって、もうあの申請しやすい、交付実績のある特定の団体向けの支援に限られてしまう懸念もあるわけで、やっぱ問い合わせ対応もちろん不交付となった時点で、その理由、具体的にちゃんと丁寧に説明して、チャンスを広げるべきだということを申し上げておきたいと思います。でしかもです、ね、今回の AFF 事業 前回の継続支援事業とあの大きく異なって大問題になったのが、交付決定された団体であっても、最終的に交付された額、交付決定額が当初に出した実績報告額よりも減額されたと、それで大きな負担をかぶったという話も聞きました。で確認します。この実績報告額額が交付決定後、後から減額されたという件数は、 全体で何件あるのかまたその減額分の総額というのはいくらに上るのかお答えください杉浦次長お答え申し上げます実績報告額から減額となった件数は2490件補助金件数全体から見ますと35.8%でございます減額分の総額は約9億8600万円でこれは交付決定総額から比べますと2.4%となってございます 減額,額分の総額は約9億8600万円でございます吉子君原額分の合計がね、9億8600万円。 10億円近くという額上ってるとでしかも2490件という件数っていうのは、交付決定された7024件のうちの3分の1以上に当たる数字なわけで、決して少ない数とは言えないと思うんです。これだけの件数、減額されたっていうことは、申請する側だけのミスだけじゃなくって、やっぱ募集する側の説明が足りてないことが問題なんじゃないかと思いますが、いかがですか。 水浦次長お答え申し上げます、えー、実績報告額からの減額につきましては、えー、募集要項などにおきまして、あらかじめその減額となる場合がありますという旨につきましては、申請者、お示した上で、申請者を募集しているところでございます、えー、すなわちあの募集要項におきましてはあ、交付決定を受けていても、実績報告書等の確認時に、補助対象外経費の形状が判明したり、 適切な証拠書類が確認できなかった場合などは補助金が減額となることがあるというこの旨を募集要項などでお示した上で申請者を募集してきたところでございますまたの現在募集しております AF2 におきましても AF1 を通じて 明らかになった対象経費に関するご不明点などはあの、特にお問い合わせの多かった事項につきましては、あの皆様があのお知りになりたい情報を Q&A の形式で提供いたします FAQ、これを作りまして対応してございます。あの今後も文化芸術関係者の皆様に寄り添いながら、必要に応じてさらなる FAQ の充実を図りますとと,ともにあの、相談会などもこれから。あのあの 設けますので、まあ、こうした機会を通じまして、えー、分かりやすく丁寧に説明してまいりたいと、これに考えております吉君分かりやすく丁寧にこれから説明しますということなんですけれども、募集要項通りにね、出しても。 募集要項では、例えば出演費とか作曲費とか対象になるって言われたけれども、実際開けてみたら、そのうちの大部分が対象外でしたとかね、あの会場の撮影費はあの対象になるっていうから出したら、本番中の会場撮影費はあの対象外でしたとか、要するに募集要項を読んだだけじゃ分からない、そういった事例がたくさんあったわけです、しかも減額された額っていうのは、1団体につき数万円とか10万円とか単位じゃないんです、数百万円単位なんです。 お話を伺った中では、交付決定額から570万円も減額されたっていうところもありました。でひどい場合は、当初の報告額がすべて、すべて減額対象とされて、最終的な交付額は0円ですと通知が来たという団体があると、少なくとも私、3件その話聞いてるんです。本件につきまして、再審査はご容赦願うという文面とともに送られてきたというものもあったと聞くわけですが。 交付決定後にこの交付額、全部ゼロ円にするって、なぜそんなこと起きたんでしょう。う杉浦次長、えー、すみません、ちょっと手元にその具体の事例がないものですから、どういうパターンがあるのかというのが、あのちょっと一概に申し上げられませんが、まあ、先ほど申し上げたとおり、あのまあ、あの補助対象外経費の献金 物、えー、が見つかったりあの、適切な証拠書類が確認できなかったりとか、そういった場合については、補助金が減額ということでございまして、まあ、これのルールに沿って、えー、運用されているところでございます、またちょっとその具体にそのどんな事例があるかについては、またいろいろ教えてもらいたいと思いますけれども、あのーあのそ、このルール通り動いているところでございます。志君 あのですね補助対象額じゃないものが申請されたものが主だっていう話ですけど、この0円になったところを聞いてみるとね、劇団が確定あの申告出してたんだけど、前やってた事業と、事業団体とちょっとあの名前を変えたと、その引き継ぎが確認できなかったから、0円ですって言われたなんていう事例があるわけなんですけど、それね、ちゃんと行政書士が後でまた訂正して出したら、 改めてそうやってやり直しをなんとか頑張って、食いついてやったら、やっと一転、400万円交付が決定したっていう事例もあるわけです、でもそもそもその団体の所在が確認できないっていうような事例っていうのは、あの補助対象額かどうかの話じゃなくて、交付か不交付かの話だと思うんですね。なから1回決定した後にに0円ってしておいてでいや、食い下がったらまた交付、決定額が上がるっていう、こういう。 やり方、この手順、二重三重に私、おかしな話だと思うんです。行政書士に頼んだら あのゼロ円が復活するけれども、先ほどの問い合わせ不可能ですっていうので、諦めて泣き寝入りしたら、もうゼロ円のままで、不交付のままで終わっちゃうみたいなね、話になりかねない話で、これはね、丁寧な対応だとは到底言えないと思うんですね、大臣、これ、この格こうしてお話聞いていただいたんですけれども、こうやってそもそもコロナ禍でも困難な中、支援がもらえるなら、国から支援があるならということで、なんとか活動を計画してね。 まあ積極的なということで、さまざま工夫をして手を挙げたのに、散ん審査でまさされた挙句不交付ってなってしまったり、決定された後に大量に大幅に減額されたりして、結局自分でね、借金背負ったり、自費をこう流出して、流用してあの対応しなければならない、取引先との信頼関係壊れたり、追い詰められた団体、少なくないわけですけど、こういう国の支援が逆に、 申請者を追い詰めているようなこと、これはあってはならないと思いますが、いかがでしょう。末松文部科学大臣、あの逆に追い詰めるようなことがですね、あってはならない、当然あってはならないことだと思います。あの去年11月の17日に芸団協の野村万さん慎重にお見えになったり、緊急事態舞台芸術ネットワークの劇団式の方。 あるいは野田秀樹さんなんかもお越しになられましたお話も伺いましたそれでですね、あの私自身文化芸術団体の皆様から直接お話を伺う中で新型コロナの影響が長期間にわたりまして関係者の皆様が大変厳しい状況に置かれているものと認識はいたしてございますでこうした状況を踏まえまして昨年の文化芸術活動への支援であるアートオブドフューチャーでは すでにもうお話がありましたように、7000団体の支援を実施をしました、でこの指摘の点につきまして、申請に先立ち、募集要項などにおいても、交付決定を受けていても、実績報告書等の確認時に対象、補助対象外経費の計上が判明したり、適切な証拠承理が確認できなかった場合には、補助金が減額となることがある旨お示しをした上で、申請を募集したところでございます。 でその一方で、関係者の皆様が置かれた状況を踏まえれば、このような減額は可能な限り、先生ご指摘のとおり、生じさせないようにすることはやっぱり大事だと思うんですね。で先月末より募集開始をしております AF2 においては、補助金申請に慣れていらっしゃらない多くの文化芸術関係者に寄り添って、補助対象になる経費とならない経費、なる経費ともならない経費について、より具体的かつ丁寧に説明する。 改善に努めていいいきたいと思います先生がおっしゃる行政書士さんの書類も読みましたです、私、出してる方、この対象経費で、やっぱりその、えーまあ、間違ってこの接待交際に入ったりとかです、ね、前年の実績書を出されていることもあったり、重複して出される方もおられたりとか、いろんなこともあったとは聞いてございますけれども、まあ、あのできるだけ前に進むように努力しています。吉 そういった減額などが起きないようにということですけれども、もうそう減額された皆さんからは、もう支援のはずが被害なんだと、もう被害救済されしてほしいぐらいですっていう、そういう声まで出ているっていう実態はね、ご承知いただきたいんです。数百万の借金、あの 背負う話になってしまうわけですからね、赤字、負債を抱えることになってしまうわけですからね、やはりそういったことは絶対に起こしてはならないですし、まあ、そうじゃなくてもあの、この幸福か不幸福かのところでも、散々やり取りが大変あるし、もう他の文化庁支援事業に参加した実績があるのに、実績なしと判断されたとか、いや、現代ア,アートとか複合アートの分野で活動しているのに、美術分野の選択肢が絵画彫刻しかなくて選べないとか。 あの学校など社会教育活動などのさまざま非活動もやってるのに、それは支援の対象外だとか、幅広いさまざまな文化、芸術があるのに、それにあのちゃんと寄り添う支援になってないじゃないかって、そういう声がもう多数出ているわけです。もう是非ともね あのコロナで頑張るすべての文化芸術関係者を応援しようという制度の趣旨に沿った、照らした改善をちゃんとしていただいて、すべての,困窮しあの文化芸術関係者、救うように、強く申し上げて質問を終わります。船